んの人気者ですが、アザラシによく間違われます。皆さん、アザラシの違い分かりますか？はい、手が分かりましたね。はい、ですが実はアシカたち、お水のアシカたちはお水の中では前足を使って泳ぎますが、アザラシは後ろ足を使って泳いでいるんです。では陸上ではどんな風に移動しているかご存知ですか？実はイモムシみたいな